明智線は、岐阜県恵那市の恵那駅から明智駅に至る明智鉄道が経営する鉄道路線。旧日本国有鉄道の特定地方交通線を転換、引き継いだ路線である。わずか 25km 余りの区間で、2つの峠を越えるという急勾配と急曲線の連続する路線。通学輸送を中心としたローカル輸送を基本としているが、寒天列車、きのこ列車等のイベント列車も企画、運行されている。有人窓口のある、恵那駅、岩村駅、明智駅では、硬券のきっぷが発売されている。また、岩村駅と明智駅では、使用済み乗車券が1枚20円で販売されている。明智駅停車中の明智100系機動車による、寒天列車1両から4両編成の列車が、線内を折り返し運転している。1から2時間に1本の運行で、土曜日と休日は、夜の最終1往復は運行されない。区間列車はなく、すべての列車が、明智行き、または、恵那行きである。基本的に、ワンマン運転だが、一部の2両編成以上の列車と、後述の食堂車連結の急行には、後部車両に、料金収受、ドア扱いの係員が乗務する。2011年3月12日からは急行、大正ロマン号が1日1往復運転されている。急行は、途中阿木駅、極楽駅、岩村駅、花白温泉駅、山岡駅に停車する。急行料金は不要。下り明智行き急行では、車内で料理を提供する食堂車を営業する。食堂車連結の場合は、明智方に自由席の一般車が連結される。多客機は、最大4両編成で運行され、4両編成の場合は、ホーム有効長の関係で、恵那方が一般車となる。急行列車の恵那明智間の所要時間は、食堂車の乗客が車窓を楽しめるように、各駅停車よりも長くなっており、各駅停車よりも遅い急行列車となっている。2012年3月17日改正から、平日上りの最終列車が、能市駅、飯沼駅を通過する快速列車となり、2018年3月17日改正で、極楽駅も通過となった。明智駅から見える夏祭りの花火明智線の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。明智線の収入実績を下表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は、年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した、年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した、年度以前の最低値を緑色で表記している。改正鉄道敷設法別表第63号に、掲げる、予定線のうち、静岡県掛川より、二股、愛知県大野、静岡県、浦河、愛知県部設を経て、岐阜県大井に、至りる鉄道、の一部である。大井、明智間は、当時の岐阜県選出の衆議院議員、小谷義隆の活動などにより建設が決定し、1933年から、翌1934年にかけて開業した。岩村大井間には、1906年に、岩村電気軌道が開業していたが、明智線開業後の1935年に廃止されている。なお、岩村電気軌道は、岐阜県で最初に開業した私鉄である。明智線は、岩村電気軌道の経由しなかった、阿木村を経由したため、大井大阪狭間間において、ルートが岩村電気軌道に比べ東側に大きく迂回し、急カーブ、急勾配、トンネルも生じることとなった。1957年、戦時中に休止されていた白鳳線がバス専用道路に改築され、国鉄バス路線として開業したのを機に、国鉄は1958年に営業係数の悪い明智線を白鳳線と同様の形でバス専用道路に改築してバス転換することを検討したが、この構想は、勾配の問題などから中止された。
1968年には、国鉄諮問委員会より廃止が提言されたが、赤字83線の廃止の取り組みが中止となり、存続した。その後国鉄再建法が成立し、1981年に第一次廃止対象路線となり、1985年に第三セクターの明智鉄道に転換された。2004年3月、閉塞方式がスタッフ閉塞式、タブレット閉塞式から特殊自動閉塞式に変更され、中部地方に残った最後の腕木式信号機の使用が停止された。現在、明智鉄道沿線活性化協議会において、恵那、東の間に、学頭駅の設置が検討されている。明智線に関するカテゴリー、ありがとうございます。